はい、どうも皆さんこんにちは、マー君でございます。本日はですね、業務スーパーの、こちら、豚バラネット巻きというものを、買ってまいりました。こちらを使ってですね、チャーシューを作りたいなと思っております。はい、ではね、早速ちょっと開けてみたいと思います。開けます。こんな感じで豚バラがですね、ネットでくるまってまして、一応ちゃんとこう、巻かれてますね。巻かれてます。綺麗に丸まってますね。はい、このままちょっと解凍したいなと思います。はい、解凍できたので、下茹でしていきたいと思います。はい、今1時間半ぐらい下茹でしました。ちょっと鍋開けてみたいと思います。では一旦ね、これ煮汁捨ててね、きれいにしたいと思います。あれですね、ちょっと ネットの巻きが緩いというか、ラーメン屋さんみたいな綺麗なまん丸いチャーシューには多分これならないと思います。ちょっと開いちゃう感じになるかなと思います。とりあえずこれこれから甘辛いね、煮汁で煮ていきたいなと思っております。ではね、このチャーシューをね、一旦タッパーに入れて冷蔵庫で冷やします。冷やします。なんか久々に真面目に料理作って疲れたよね。今日はマー君、亀の子、料理頑張る子でよろしくお願いします。冷蔵庫で、冷やしました。で、これをね、ちょっと切ってね、チャーシューにしたいと思います。はい、はい、糸を外しました。で、今日はこのチャーシュー使って何するかというと、今日はラーメンです。ラーメン、日清の極楽ラオウ、東日本限定のラーメンなんですけど、まあ、これでね、ラーメンでチャーシューいっぱい入れたね、チャーシュー麺的なね、ものをしたいなと思っております。はい、では麺茹でます。はい、チャーシュー麺の完成でございます。おいしそう。これはこれやっぱあれだね、チャーシューがあるとないとってラーメン全然違うね。おうちラーメン、これも全然違うわ。チャーシューがあるかないかだけですごい本格的っぽく見えない。
や、ほんとそう思うな。なんかすっげえよだれ出てきた。いや、それだ、乾杯。いや、ほんとチャーシュー作るの疲れた。もうトータルで3時間ぐらいかかってるのこれ。あ、これご飯ね、ご飯ね。じゃあまずスープ、スープからいただきます。極楽ラオウ梅。じゃあチャーシュー行こうよ、チャーシューね。チャーシューいただきましょう。やっぱあのラーメン屋さんみたいに完璧に丸くはならないね、これね。まあ、あの個体差あるかもしれないけど。じゃあいただきます。抜群にうまい。はい、もう抜群にうまい。はい、うまい、もう素晴らしい。ああ、極楽ラオウ梅。やっぱラーメンはチャーシューだな。なんか本当に悔しいよ。3時間かけて作っても食うのは一瞬だよ、ほんと。だってさ、3時間かかって圧力鍋で寝ればいいじゃないって言ったらさ、もうサイズ的な圧力鍋入んないんだから、もうあれ。まあそれは3時間かかるよ、ほんと。極楽ラオウ本当美味しいよ。西日本で売ってるけど。でもあれだよね、完璧に丸くならないんなら普通に豚バラ買ってきて作った方が楽かもしれない。うん、そう、こんな気がしますけど。それを言っておしまいよ。うん、こうやって家でさ、チャーシュー作ってさ、インスタント麺でやるだけでも大変じゃん。本当ラーメン屋さんって大変だと思うわ。大きくさ、チェーン展開でもすりゃ楽だ、ある意味楽なんだろうけど、もう個人でやってるお店なんて本当寝る間欲しいんでやってんだろうね。
だと思うわ、ほんと。美味しかった。はあ、一気に食っちゃったな。はあ、あの、苦労してね、作ったかいあったよ。美味しかった。うん。でもね、圧力鍋とか入んないから、普通にちっちゃめのね、豚バラ使ってやった方が楽かな。それでは、ごちそうさまでした。はい、またゲップが出ました。ごめんなさい。それでは皆さん、また。お会いしましょう。さよなら。